下条康丸下条康丸1月20日から1966年4月25日は、日本の政治家、内務官僚、統計学及び社会学者、経済学博士、貴族院議員、参議院議員、吉田茂内閣の文部大臣を歴任した。厚生大臣を務めた、下条慎一郎は、長男、衆議院議員の下条三つは孫にあたる。 長野県東地区間郡松本生まれ。旧松本藩後手に、下城通春の孫にして、医師上皇基地の次男。富士一中、第一高等学校を経て、1909年、東京帝国大学法科大学政治学科を卒業後、内務省入省。最初の見習い機関は、警報局の属であった。地方行政に携わり、 佐賀県学務課長を経て、1912年内閣初期間に就任する。後に参議院議長を務めた河井八八はこの時の同僚である。その後、内務省に戻り、統計局で勤務。1923年内閣恩級局長、翌1924年内閣統計局長を兼務し、1925年第2回国勢調査を実施。 関東大震災後の国勢調査にあたる。日本の人口増加など人口問題に関心を持った下条は勤務の傍らに大学で統計学と人口問題を研究し、社会政策に研究が及んだ。下条の研究は論文、日本社会政策的施策士としてまとめられ、1931年経済学博士号を授与された。1929年、 浜口祐子内閣の将軍局総裁に抜擢される。当時の将軍局は、下条の前任者である、天岡直義に絡む、売り君事件があり、汚職事件によって評判が地に落ちていた。下条は、1940年まで、足掛け11年にわたり、将軍局総裁を務め、厳正かつ公正に職務を、全うし、同局の立て直しに尽力した。 将軍局総裁を辞した後、功績により、1940年12月3日、貴族院議員に直選される。戦時中も東京大学で統計学の研究を続け、1944年日本大学に教授として招聘され、統計学、社会政策論の講義をする。戦後、日本国憲法により、貴族院が廃止され、 新たに参議院が発足すると1947年、第1回参議院議員通常選挙に、全国区から立候補し当選する。下条は、同じ無所属で当選した、河合屋八、松平常夫、佐藤直武、田中幸太郎、高橋隆太郎、山本雄三らと語らって、緑風会を結成する。1948年、第2次。 吉田内閣の文部大臣に就任するが、翌1949年法律寺近道消失に伴い隕石辞任する。また、1946年10月5日、大陸道法級援連合会会長に就任し、小足島在留日本人大総監などの在満法人の帰国事業に助力する。大臣辞任後、下条は、 郡山女子短期大学の学長に迎えられ、この間、統計学、社会政策研究も怠ることなく、日本統計学会会長、日本人工学会初代会長、家族計画連盟会長にも就任している。また、農地改革によって没落した、給児の思想に対する保障を求め、全国解放農地国家保障連合会長にも、押された。 八大竜王大自然愛新教団顧問にも就任している。1956年より、再び参議院議員。1966年4月25日死去。81歳。墓所は、豊島区駒込の蘇明霊園。著書に、社会政策の理論と施設、日本社会政策的施設誌がある。E のサブロ監修、第10版大衆人事録。 六67ページによれば、通り春光吉安マロ新一郎を見つ。ありがとうございます。